そうだよね。そうだね。あらあら、同姓同名っているものなのね。あら、同姓同名なんてよくあることじゃない。世の中には3人くらいいるものよ。それは似ている人だ。私って記憶がないでしょ。だから自分の名前に実感がなくて。とりあえず偽物を送り込んで乗っ取るだけって話のはずだったのに。乗っ取るね。あ、バレちゃった。バレちゃった。
父デカ、貴様琴子さんをどうした？一言で言うなら誘拐か。あんな組織に興味はないけど、人を騙して自分だけ声太っていくのが気に入らないわね。そうなるわね。上司？ふざけないでよ。数年生まれるのが早かっただけで兄貴面されるのも我慢できないのに、今度は加納家の名目になろうっていうの？こっちが聞いていた計画とは全然違う上に、ああいう浅ましいところが気に入らないわ。あ、もうあいつには悪の組織としてのプライドというか美学ってものが。言ったかしら。その通りよ。文句あるかしら。この京一郎、冗談でしょ。まさか本気じゃないでしょうね。わかった。じゃあ沈めるときは言ってくれ。私がすぐに沈めてくるから。ちょっとちょっと、やめなさいよ。
そうよ、悪党には悪党の美学があるの。おい、いつから入れ替わったんだ？そうね、4日くらい前に入れ替わったのよね。記憶がないことは十分に確認できたし、もう一度ニセコトコ計画を進めることになったの。でも、あれは許せないわ。結婚話までは聞いていないもの。私のプライドは傷つけられたわ。はいはい、囚われのお姫様ってわけね。勘違いするなよ、色ぼけ女。囚われのお姫様はコトコさんだ。今となっては本物かどうかの確認を怠ったことが悔やまれるな。何としてでも裏を取るべきだった。ここにいる理由がわからなかったんだ。私はコトコさんの顔と名前を知っていただけで会ったことはなかった。私には無縁のお方だったのだ。コトコさんには顔がそっくりな影武者が 2,3 人はいるという噂も耳にしていたのだから、お会いしたこともないのでは判断がつかない。それに本部とは連絡がつかなくなってしまったし、私の唯一の主人である鴨会長も亡くなられた。私は鴨会長の命でお前を監視しに来ていただけだ。だからコトコさんのことはイレギュラーだったんだ。私がお前の監視役を言い渡されたのはもっと前、お前がここに転がり込んだ直後だ。それは私の預かり知らぬところだ。でもお前は会長と全くの他人でもないはずだ。小さい頃に鴨家の屋敷に来ただろう。すっかり忘れてしまったのか。お前が5歳頃の時のことだ。私が屋敷を案内してやっただろう。今はそれよりコトコさんの救出だ。コトコさんが敵の手に捕まっているのであれば助ける。何としても助けてみせる。お前はどうするんだ。行くの？行かないの？うん、いい減らず口だ。明日、ミツコを呼んでもう一度段取りを決める。
できれば明日のうちに ACC に侵入したいからな。思い出が詰まっていると思う方がおかしい。逃げたな。助け出さないと。警察に誘拐事件として届けられないのでしょうか。羽村先輩にお願いすれば捜査してくれると思いますが。真っ向勝負してもダメだ。力でねじ伏せられて証拠を消されるのがオチだ。遠回しすぎたか。証拠っていうのは私たちのことだ。